はい、どうもコミです。さて本日はこちらのバレンタインチャレンジやっていきたいというふうに思います。期限がね4日間と短いのであんまり余裕がないんですけども、まあ、僕もね、自分なりの方法っていうのを探してやってみようと思ってね今回動画を回しているわけでございますが、多分、手順に慣れさえすれば、まあ、7、8割方全開はいけるんじゃないかとは思います。そんなにね難しいタイミングっていうのが求められるもんじゃないので、まあ早速やっていきましょう。でまずはね手順ババッという流してやりますね。で、次にこの手順を、まあ、詳しくポイントを押さえながらゆっくりゆっくりやっていきます。なんでね2回目は多分失敗します先言っとくと、まずアーチャークイーンをねここに出していきますね。ポーンと出したら次はガーゴイル使って、このグランドウォーデンゾーンに1体ずつ当ててこの赤爆弾回収しますね。さらにバルーンを1、1、2って感じで、ここのスケルトントラップを、引っ張っていきます。これね陸と空両方ともスケトラがあるんですけども、まあ、最悪空の方だけ、最悪っていうかまあ空だけ、まあ、釣りゃいいので空を釣りましょう。でアーチャークイーンがこの、ウィストをたげったらバーバリアンキングをボムタワーに当てていきます。こんな感じですね。したらスケートの呪文を構えておきます。このスケートの呪文結構重要ですね。で穴開いた瞬間にシングルインフェルノに1でもう1個2と打ちます。でさらにレイジをここに打っていきます。こんな感じね。キングとあのクイーンがなるべくしっかりレイジに乗って、まあ、早めにねこう、周りの防衛を壊してくれるような感じのイメージで、バーバヤンキングは体力半分減ったぐらいでもう速攻フィースト使いましょう。あのねじゃないとあのかなりこのなんだ、シングルインフェルノにキングがたげられやすいんですよね。こうなってるとだいぶねあのビハインドっていうかデメリットの方が大きいので、でキングは先に行ってもらってもいいし、アチャクイーンがついていったら、まあ、このタイミングでポイズン使ってもいいです。大事なことはこの細かい援軍全部ポイズンで、倒すことですね。したら、ライドラをここに1体当てます。で、さらに、腰のハート型の左側の方、1、2、3、4、5って出してください。で、グランドウォーデン出してあげて、で、この真ん中のね、中央部分のこの、なんだっけ、クロスボウのところにこうレイジを打ちます。はい、これで OK ですね。で、これを打ち終えたら、コウモリの呪文をこのグランドウォーデンに出して、ライドラ、ラバハウンド、ボマーって感じ出していきます。で、基本これで終わりです。もうね、何もすることないですね、これ以上は。適当にあとは見ておきましょうやってくれますユニットがね、はい、こんな感じで全開ですね。まあやることがないと言いながらね、この辺のシングルインフェルノとか、まあ、どうせなんでこうフリーズで止めていくとかね、まあ、しながら少しライドラをこうサポートしてあげるとなおよしっていう感じですかね。まあ別になくてもいいっちゃなくてもいいサポートなんですけどね、こんな感じでピョイッとね、グランドボデントームを使ってあげれば、まあまあ防衛はほぼ確実に潰れていって、で時間がね若干この攻め方をするとね際どくなるんですよ。なんでその時間配分で時間切れに終わるってことは割とよくあったりするんですけど、まあそれがなければ基本全開はいけるかなーって感じですね。こんな感じでほら大量のライドラがね残ってるじゃないですか。だいたいこうなるんですよ。でだいたいいつも時間が残り10秒ぐらいなんですよねだからライドラの数が少なくなってた時とか、手順を間違えてやってしまった時なんかは時間が足りなくなったりするんですけども、ユニットの数は基本的に足りなくなることはまあまずないですねこんな感じで展開までいけますというところですね。まあ一個一個のね手順をなるべくスピーディーにやっていく必要はあるんですけど、これ以上スピーディーもくつもないんでね、まあまあ手順だけ忘れないようにしながらやっていけばいいかなと思います。じゃあ今度はねこの手順をゆっくりおさらいするんですけども、ここの隙間ありますよね。この隙間、この隙間の部分にアーチャークイーン出します。ここに出すことによってしっかりイーグル4までトルネードドラップを食らっても到達してくれます。でそしたら、ガーゴイル、これはまあそんな気にしなくていいですね。適当に2体それぞれのこのグランドボーデンゾーンに当てる。で、このバルーンは1、1、2って感じですね。まあ、これもそんなにね細かく場所を考えなくてもいいです。大抵しっかり釣れますんで。で、そしたら、バーバリアンキングですね。ウィストのタゲをアーチャークイーンが取ったのを見て出していきます。このタイミングがね、完璧なタイミングだと思いますね。壁開けがね、いい感じにいくんですよ。で、このスケルトンは遅れないようにしましょう。ちゃんとシングルに打っていかないと、これババキンタゲられちゃうんで、ここは気をつけてください。で、レイジ若干浅め、こんな感じです。浅めにかけることによって、ユニットがしっかりレイジに入ります。そうしたら、まあ、僕はね、一旦ここで待ちますけど、時間切れが多くなっちゃう方は待たない方がいいかもしれないですね。待ちすぎると、逆にここで時間食って、最後時間が足んなくなるんで、それよりは先に、なんていうの?ライドラを発射しちゃった方がいいっていう考え方もありますね。
まあ、こんな感じで、クイーンが防衛軍処理してるところを見ながら、ここライドラ1、2、3、4、5です。はい、この順番とかね、間違いないですよ。これ結構大事です。で、またレイジを当てますね。そしたら、アーチャークイーンは、まあ、人に、クロークとか入っちゃってくれて構いません。ここはね、そんなにもう大体アタックの仕事うまい感じにいくんで。で、コウモリ、ライドラ、ラバハウンド、ボマーでおしまいですね。はい。ここまで来たらもうさっきと同じ形ですよね。ミスりようがないので、これでおしまいです。あとはもう適当にこの辺にフリーズをね、こう打ったりなんかして、ちょっとライドラの延命を図ってあげるって感じですね。ここから先はもうライドラ主役なんで、ボマーとかにね、フリーズ当てるとかいりません。ボマーの中に入っている、このほら、バルーンなんかは、シングルインフェルノに対してものすごくいい活躍してくれるので、むしろ守るべきはライドラですね。ライドラの方をしっかりこう守っていってあげましょう。ちょっと数が減りつつあるけど大丈夫かなって感じがしますけどね。まあ、こういう時はフォームを使ってあげて、シングルインフェルノからライドラを守りましょう。はい、OK って感じですね。残り50秒ぐらいあれば、多分いけるだろうとは思います。ライドラ5体いるしね。はい、残り時間50秒あるんで、アーチャーはね、出さないようにしましょう。僕もどこに、その、陸付けがあるのかちゃんと見てないんですけど、いらん陸付けを釣ったりする危険があるぐらいだったら、もう使わない方がいいと思うんですよね、このアーチャー。あんまり使って美味しい場所っていうのがね、やってみて見つからなかったんで、こんな感じでいいと思います、多分。あとは、ライドラの勢いで、両側からどんどんね、テスラにチェーンをぶっ刺していって、全開という感じですね。こんな感じで、バレンタインチャレンジクリアできますので、まだクリアできてない方はご参考にしてやってみてください。ではご分を祈っております。最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。